シンシアミケイデはトロスはアメリカ合衆国の女優である。ミシガン州ベイクオリオンで生まれる。1990年代よりテレビシリーズや映画に出演する。1997年から1998年にかけては CBS のソープオペラガイディングライトに出演し、デイタイムエミー賞主演女優賞を獲得した。 2005年から2006年にかけては、ABC のロストの第2シーズンにより、心理学者のリビー役で、レギュラー出演する。その後も第4シーズン第8は、食材、第6シーズン第12は、ヒューゴの導きにゲスト出演する。さらに、シリーズ最終回となる、終末にもセリフなしであるが出演を果たしている。嘘ツアー中のアトロスとボニージルラフリン。 ロストの撮影期間中であった2005年12月1日、ワトロスと共演者のミシェル・ロドリゲスは、ハワイ州のカイルアで逮捕された。警察側によると容疑は酒気帯び運転であり、二人は500ドルの保釈金を支払って釈放された。それから5ヶ月後、二人が演じるキャラクターは、同番組の第2シーズン第20話、一丁の銃で殺された。 一部の批評家は逮捕された罰で殺されたのだと推測したが、ロドリゲスとプロデューサーは、初めから決まっていた展開であったと述べ、否定した。2008年に、ワトロスは嘘ツアーでイラクの基地を訪れた。ありがとうございます。